元気出していこう、てっちゃんねる。元気出していこう。てっちゃんこと荒川哲夫です。川島アミルです。元気出していこう、てっちゃんねる。この番組はてっちゃんこと大阪市立大学名誉教授で医学博士の荒川哲夫先生と一緒に病気や健康のことから身近な話題まで幅広くお届けいたします。大阪を元気に、さらには大阪から関西を盛り上げようという番組です。今日も最後までお付き合いください。この番組は小野薬品工業の提供でお送りします。小野薬品は挑み続けている。それがどんなに難しい挑戦だとしても、新しい薬を待つ人々のために願いを込めた新薬を世界のあなたに届けたい、小野薬品。ではてっちゃん先生、今日のテーマを発表してください。はい、今日のテーマは大腸がんの最新治療を知って大阪を元気にということでやりたいと思います。この3月は国際的な大腸がんの啓発月間でもあるということなんです。はい、よくねピンクリボンって言って乳がんとかやピンクとか ね、はいはい、いろんなカラーがありますけれども、ね、大腸がん啓発のリボンの色はブルー、うん、日本対がん協会と市区町村や民間団体なんかも連携して大腸がんの啓発を行うとともに、大腸がんの患者さんとかサバイバーの皆さんを応援しようという、このブルーのカラーで応援しようということで、てっちゃん先生もあの白衣をこの月だけはねブルーに染めてサッカーの日本代表はずっと年中やってますよね。もうサムライブルー、サムライブルーいい色ですね。でもつい最近もですね、お若い30代の芸人さんが大腸がんでお亡くなりになったりとか、ちょっとショックだったんですけれども、いろいろいい治療薬とかあの手術もね、はい、方法も進んできてるけど、早く見つけることがね一番大事ですよね。どうですか、がんの中では多い方ということですけれども、はい、今男性では、はい、あの1位は肺がんなんですけどね。1位男性は肺がん、はい、それで2020年は大腸がん3位だったんですけど、はい、今も2位になってるんですよ。10年ぐらい前はね、胃がんがトップやったんですけど、胃がんはやっぱり早期発見が進んでるので、はいはい、だいぶ下に下がっていて、女性ではどうですか。女性は大腸がんが1位ですね、死亡の原因として。あ、そうなんですか。そうなんですよ、ね、私もこれタイムリーなんですけど、うんうん、来月初めて大腸の内視鏡をっていうのも、胃の内視鏡は何回か受けたことはあるんですけど、あんまり気が進まなかったんですよね。で、てっちゃん先生に45歳女性受けといた方がいいですかって言ったら、もう即答されましたもんね。受けといた方がいいよ。そう、うん、で女性の場合はやっぱりその大腸の検査をカメラで受けるのが恥ずかしいとかね、はい、まあ、そういう気持ちが受ける機会を伸ばし伸ばしにしてしまうっていうのが、はい、だから、ね、子宮頸がんの検査はね、うん、もう出産で慣れっこなんですけど大腸の方は今度やるのでね、うん、それでも不安でもあるんですけれども、はいはい、でもやっぱり女性のがんでの死亡数1位って聞くと、やっぱり受けとかないといけないなっていう気持ちになってきましたね。医療施設によってはね、希望する人には女性の医師が対応しますとかね、してるところも増えてきてます、うん、先生からしたら何とも思ってないのは分かってるんですよ、うんうんうん、分かってるんですけど、やっぱり女性の気心を知れてて、そうですね、いいですよね、はいはい、うん、調べる方法というと、もう一般的にはどんな検査があるんですか。まあ、大腸の、はい、あのカメラですね、うんうん、それが今一番精度が高いのでね、それカメラが一番一番、うん、あの便の検査、うん、あ、便の、まあ、便の検査が最初の、まあ、スクリーニング検査っていうんですけども、はい、まあ、最初拾い上げる検査で、鮮血反応が陽性に出たらね、その大腸の検査を受けると。鮮血ってことは血が混じってるかどうかを調べて。そうです、はい、そうなんですね、はいはい、だからあのその段階ではね、はい、あの陽性に出てもそのがんでない場合も多々あるんですよ、うんうん、だからそこの10分の1か20分の1か分かんないですけど、そのぐらいの人たちに、まあ、がんが見つかるっていうことになるのでね。逆に言うと大腸がんになってしまうと、うん、あの皆さん血が出てしまうもんなんですか、うん、あとはそうではないんですね。便の検査をね受けないでも、まあ、40超えたらね1回は大腸のカメラを受けとくっていうのが大事だと思うんですよ、はい、そしてもう一個なんか検査方法が出てきてるんですね、うんうんうん、最近は。あ、はいはいはい、大腸の、あの CT 検査ですね、はい、これはあの、まあ、大腸に炭酸ガスという
空気を入れて見えやすくするんですよ。普通胃カメラはバリウムですよね。あ、そう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 、はい、まあもともと中腸検査ってバリウムをお尻から注入して移す検査があったんですよ。胃の検査はあんま口から飲んで移すけどね、大腸の方はお尻から肛門からちょっと苦しいですねまあバリウム入れて移すんですけど、それの代わりになる検査なんで、中腸検査っていう検査よりは、まあ、楽にできるんですけども、はい、やっぱり全処置もしないといけないしね、便を取る絶食みたいなことは、絶食もちろんもちろん、大腸の検査する時には、はい、食事の取り方っていうのがあるので、まあ、それを注意してやってもらうっていうことなんですけどね。それで、まあ、腸をきれいにするために洗い流す、まあ、液体を飲んでもらって、まあ、大腸の便をね全部きれいにして、はい、それから取るっていうことになるんだけどね。CT 検査といっても精度はね、はい、大腸のカメラで見るのよりも劣るんです。内視鏡キャンセルしようかなとは思い始めてたんですけどもCT でいけるならそうだよね、やっぱもう直でカメラで見た方が、うん、そうなんですよ、そらいいですか、うん、だからカメラのメリットというのは色とか微妙な凸凹が分かるんですよね、うん、まあ、レントゲン検査とか、まあ、大腸 CT にしても、はい、とんがってたりね出っ張ってたりしたら分かりやすいんやけども、平らな癌もあるのでね、まあ、そういうのは見逃してしまうかな。これでも逆にこれを受けはる人はどんな、うん、まあ、例えばお腹の手術を、まあ、以前にしてる人なんかは、はい、腸がお腹の壁と癒着してカメラが入りにくい人もあるんですね。そうなんですね。そういう人に対しては、はい、セカンドチョイス、まあ 2番、はい、2番目に選ぶ検査としては、うんうん、いいと思うんですけどね、うん、ね、手術の影響で内視鏡の検査が受けられなかった方には、うん、そうですね、はい、朗報だという。それとがんが見つかった人ね、大腸 CT 検査のメリット、まあ、一番大きなアドバンテージは大腸の外側の情報がね、はい、ほとんど全部わかるっていうことなんですよね。 CT の方は、うん、だから手術するときにはがんのある位置とその周りのね、はい、臓器がわかるので、はい、例えばリンパ節の転移がありそうだとか、そういうことまで分かるので、はい、その手術する前に術前の検査としてね、はい、大腸 CT 検査って有用です。大腸がんの治療っていうのも進んできてるんですよね。そうですね、ステージがまだそんなに進んでない場合だったら外科手術ですよね。前にも出ていただいた鏡視下手術って、はい、あ、はいはい、萩村先生とかね、お腹の鏡視下手術っていうのをやっておられたんですけども、うん、メスでお腹を開けなくても、まあ、できるような大腸がんも、うんうん、そういうのもそうなんですね、うん、早く見つかればそういうことでできるし、もっと早く見つかれば、はい、内視鏡でね、大腸のカメラで、はい、お腹に何も傷つけずに撮ることができる。悔しいなと思うのが、うん、こんなに先生おっしゃるように、うん、早く見つかったら、うん、もう治るものなのに、そうそう、たくさんの人が大腸がん原因で亡くなってしまってるっていうのは、うん、そうなんですよ。こんな技術があるのに使えてないって悔しいですよね。早い時期に見つかると、はい、その5年、まあ、生存率っていうのがね、ほとんど 100% に近いんですよね。ところが、もうステージ4って要するにほったらかしにしてて、例えば肝臓に転移しているとか、まあ、そういう状態になるともう5年生存率って 20% 以下になるんですよ。受けます私が早期発見できなかったらもうシャレにならないですからね本当に、うん、本当本当ね、命がけでこの番組頑張ってますからそのがんって診断される人は一生のうちでね、はい、もう2人に1人になってんのよ。アンデさんと僕いたらどっちか、はい、がになってる、僕がなってるからね、そうなって治られてるっていうだからこのラジオ、うん、聞いてらっしゃる方はせっかく聞いたので、これはもう行きなさいよという、はい、もう神様からの、はい、メッセージかもしれません、はい、年に1回はということですね、はい、リスクの高い人はね年に1回しないといけないけど、そんなにリスクの高くない人は、まあ、年齢にもよるけども、はい、まあ、2年に1回とか。なるほどなるほど。じゃあ便の検査は毎年人間ドックでやっといて、ね、やっといて、で、はい、内視鏡の方はまあ2年に1回3年に1回っていうことですよね。わかりました。ではてっちゃん先生、はい、今日の一言お願いします。もうね自信ないんだよ僕にしては。あ、僕にしてはじゃあまずは言います。はい、川柳でね。川柳、腸に来た、腸に来た、うん、検診効果がんもどき。これ説明いいですよ。説明お願いします。早期がんってね、はい、胃の早期がんっていうのが最初日本から言われ出したんやけども、欧米人はね実は早期がんっていうこと自体が、はい、
まあ、ありえないと。早期がんというのはね、がんもどきやというね。そういうこと。それが一つね。はい、それが一つ、うん、でもそれは後で証明したんですよ、うん、欧米人ががんもどきやと言ってる病変を、まあ、手術できないような患者さんとか、はい、ずっとフォローしていくと欧米人が認めるがんになったっていう、ね、そういうこと、証明したということですね、はい、そうです、うんうん、それともう一つは、はい、がんもどき、うん、あ去ったと、退いたっていう、その2つの意味をかける。私食べ物のがんもどきかなとてっちゃん先生の秀逸な川柳でございましたけれども、聞いてらっしゃる方、私も川柳作ってみたくなったんじゃないでしょうか。元気出していこうてっちゃんねら健康番組ですから、健康に関するテーマで川柳をちょっと募集していこうじゃないかという、てっちゃんに挑戦してきてくれたら、挑戦してきてください。番組後半でね、宛先ご案内いたしますから、はいはい、何作品作っていただいても結構です。ただしテーマは健康ということで、うんうん、皆さんからの川柳お待ちしております、はいはい、まあ、集まったらね、審査でね、審査で優秀な人には何かプレゼントするとかね、はい、それいいですね、てっちゃんねる杯ということで、はい、はい、ではお待ちしております、はい、小野薬品は挑み続けている。それがどんなに難しい挑戦だとしても、新しい薬を待つ人々のために願いを込めた新薬を世界のあなたに届けたい、小野薬品。ここでお知らせです。肝炎ウイルスは慢性肝炎の原因となりまして、放置すると肝硬変、肝がんに進行することがあります。まだ肝炎ウイルス検査を受けたことのない人は、症状がなくても肝炎ウイルスの検査を受けましょう。特に感染者が多い60歳代から70歳代の人は受験をお勧めしています。このそもそも肝臓ですが、どんな働きをしているんですか。はい、肝臓いろいろね、重要な働き、肝腎とかいう、肝腎要、そう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 、うんうん、その肝ですからね、栄養分のを作ったり貯めたりね、貯蔵したりとか、作って貯める、それから血液中の薬物とか毒物なんかをね、解毒する。薬物は代謝して効く間はね効いてもらうけども、まあ早く消えてもらわなあかんからね、そんな長くついてあかんから、そういうこととか消化液の酸性もしてるんですよね、胆汁っていう、だから消化を助けてる臓器でもあるから、肝炎ウイルスの検査は受けてください。はい、小野薬品工業と大阪府からのお知らせでした。元気出していこうてっちゃんねる。番組では健康についてのお悩み相談、てっちゃん先生に聞きたいことなど、皆さんからのお便りを募集しています。メッセージをご紹介させていただいた方には、てっちゃん先生のあなたの主治医が名医に変わる本を差し上げます。メールの宛先はアルファベットで TE 数字の2でてつアットマーク OBC1314.co.jp、ファックスは06-6577-0301、おはがきは郵便番号 552-8501、 ラジオ大阪元気出していこうてっちゃんねる、こちらまでお願いいたします。そしてこの番組元気出していこうてっちゃんねる YouTube チャンネルもございます。ここからも聞くことができます。よかったら YouTube から聞いていただいて、面白かったな、参考になったなと思いましたら、いいねボタン押してください。さらにはチャンネル登録もよろしくお願いいたします、はい、元気出していこうてっちゃんねる、ここまでのお相手はてっちゃんこと荒川哲夫と川島あみるでした。それではまた来週。この番組は小野薬品工業の提供でお送りしました。お聞きいただきましてありがとうございました。チャンネル登録お願いします。